あれ？あの人、青い魔物と戦ってた人？いきなり襲ってきてんけど。嘘だ。いきなり襲ってきた。おい こうやっといて、こう後ろから切りかかると。盾持ってるからね君は。強っ。ああ、みんなやられていく。ちょ、待って。どうしよう。一体やってる間に、いた。いいよ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 。ああ、いいねいいね。追い込め追い込め。よっしゃ。あれ、リンク消えた。危なかった。前に助けてくれた人に似てたけど、襲ってくるなんて。確かに。でも嫌な、あの嫌な気配、お城の偽物の王様たちと同じだった。うん。お、なんだこれは。バラパパー、マスターソードですか。リンクと書いてる。名前、あいつ名前書くねや、わざわざ。小学生とか幼稚園みたいな、あのお名前シールみたいなやつね。特別な感じがする。剣を持つ。お、姿がリンクになった。曲がいい。うんうんうん。立って。ああ、いいね。オッケー。もったいない。なんかエネルギーが必要らしいんでね。
どうしましょう。危ない。とりあえず。よいしょ。はい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 。あれ？張ってくれへん。おい、宝箱。ん？何これ？ハートのピン。うんうんうん。ハートのピン。つけたの？つけてんの？じゃ見た目変わらんの？ないか。見た目はないんか。見た目変わってほしいな。せっかくなら。よいしょ。OK、先へ進み、出て。あれ、なんか結構深いな。お。これで、あれか、リンクの力的なやつね。回復、回復。はい。ああ、鍵がいるパターン？オッケー、ルラポイント。鍵がいると。なにこいつ？なんだ？なんだなんだ？あ、めっちゃバカでした。デクババ。デクババ。意外と引っ張る力に弱い。ほうほうほう。デクババ。ちょっとだけ。よし。あ、あいつもってことか。行け、戦え。届かへん。いた。ちょ、まず場所が悪いんか。ちょ回復しよう。よし。なんかできんかな。はい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 。オッケー。オッケー。どっちも宝箱か。こうね。
素晴らしい。いや、お金結構貯まってきたな。いや、結構50ルピー、50ルピー。あ、意外といけそう。あの、なんかハートの、かけらみたいな、なんか、村に売ってたじゃないですか。あれ、いけそうじゃない？なんだなんだ？あ、引っ張るってそういうことか。引っ張るってそういう意味やったんや。そうか、引っ張りってそうか。それで引っ張れないか。あった！小さな鍵がありました。なんかめっちゃシーカー族っぽくない？このなんか紋章。気のせいかな。なんかめっちゃそれっぽいけど。そういうことではないんかな。おい、鍵あるぞ。鍵ありまんがな。あれ？違う感じ？間違えた。あ、違う部屋？あ、これか。もう一個大きい鍵ってことか。はあ。これだけ？めちゃシンプルやけど。あの上でも行かれへんよな。だって開いてないもの。よいしょ。ねえ、ゼルダ。R を押しっぱ。R を押しっぱ。ああ、なるほどね。こうしておけば、自分の動きに合わせるだけじゃなくて、相手の動きに合わせた行動もできますよと。んなことより、ちょ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 、押さないで。あ、でもさすがにでも。どうしよう、どこに行こうか。ここはでもそのまま進んでいいよな。そこにはしごあるし、見た感じだって。よいしょ。やらかしました。やらかした。よし。こうね。
ッケーオ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 ッケー、いいよいいよ。ああ行っちゃった。宝箱、よっよっ、間違えた。普通に乗れば早かったな。ボタンが間違える、さっきから。おっかねー、今これだけか。こんなもんか。あー、あるねー。こういうことか。間違えました。間違えました。よし。壊れ方雑くない今の。今めっちゃ壊れ方適当やったな。よっしゃー、ゲットしたー。これでボス部屋ね。よっしゃ、ボス部屋行くかー。ここどこに行くんだろう。あー、ここに出んのか。なるほどね。じゃあボス部屋行きましょう。よし、着いた。まあ隣、真隣やけど。行くぜ。あれ、誰もいない。確かにここから仲間たちの気配がするのに。何？ああ、めっちゃゼルダだ。ゴーレム、ロックビース、ロックゴーレムみたいなやつ。大ロック。大ロックポケモンですか。どうしよう、どうしようかな。あそこが弱点だけど、結局は今のうちに。ほいほいほい、よし。いた。これでいけるじゃね。いや、惜しいもの。ほらー、こういう答えだ。ほい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 。あ、こうされた。え、でも勝てそうじゃね。よいしょ
いいよ。はい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 。終わり。激弱。めっちゃ弱かったんけど。終わり？ほんまに終わり？ボスめっちゃ弱かったんけど。めっちゃ仲間おるやん。いや仲間いすぎやろ。ゼルダ、これが僕の仲間たち。いや、一匹だけとかじゃないの。普通一匹やろ。僕の仲間がいるんです、助けて。って言うたら大体一匹やろ。僕らの借り物の力で酒目に飲まれた世界を元に戻すよ。見てて。変異種的なやつなんか、こいつは。他と形ちゃうもんな。だよね。もう気になった今。そこに気ないのは違和感あるなと思って。バランス悪すぎると思ったらちゃんと直してくれた。あいつでね、そういう趣味あんねやろな。わかる。なんか、サムネとかもめっちゃなんか配置考えるタイプやろな。力を、どういうこと？レベル2になった。増えるってことか？後ろのあの尻尾が。そういうことか。だからこういう感じでボスとか倒して進むにつれて、増やせるから。増やせますみたいなことなのか。叫び目消すとき仲間たち言ってた。突然大きな岩の魔物が現れてみんな捕まっちゃった。はあ、ははあ、さっきの大ロック大ジェットみたいなやつね。そうだ、これ叫び目を消すと出てくるもの、綺麗だからゼルダにあげる。トリーから不思議のな岩を5個受け取った。何それ。あー、変身の条件が上がると。便利。ハートの器。よっしゃ。ハートは大事。どんどん拾っていこう。いや、マジでめっちゃ良かったんけど。要はね、帰ろう。わあって。よし、裂け目が現れました。精神と時の部屋です。ふん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 。そこのお方、ちょっとよろしいですか。サダリ、私はハイラル王国大臣のサダリと申します。え、姫様。すごいな、フードパンパンパンみたいなさ。すごいオーバー。ふん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 。見えてんの。え、見えてるやん。はて、インパ様には見えていなかったのですが、なぜでしょう。インパには見えない。インパ。なんでインパには見えてないの。インパ様の兄君。え、ってか、インパなんで。ここどこ。なんで。なんで。あ、ここね。もうどこがどこかわからんた。なんかさ、
カクついてね。なんかこれカクカクするような動き。なんかちょこちょこカクカクするよな。エミさんはこちらですと。なんてインパには見えへんねやろ。突然の訪問をお許しください。私はサダリと申す者。インパ様には日頃から。ルーベリーやったっけあいつって。でも、おったよな。え？また同じような感じ？おったよな。わしは今すぐ出かければならぬのを後にしてくれ。えい、何とも言わせるな。わしは今すぐリンクを助けに行かなければ。ん？ん？それはリンクの被ってたフート。なんだと。洗いづらいお話しします。うんうんうん。やっぱ見えてるやん。あ、でも。なんでインパ様にしたけな。真っ白には見えると。どういうこと？ほう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 。あー、乗り込まれた者たちを助けたから、いけると。ルーベリー。からの剣。ハイラルの歴史を研究しておった。ハイラルでは昔からあちこちで捧げ目が現れ、人々が飲み込まれることがあると。飲み込まれた者たちはまるでこの世界から消えてしまったようにいなくなってしまう。この現象は昔から神隠しと呼ばれてきたのじゃ。リンクは裂け目が現れるたび、ほん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 、力の剣。吹き飛ばされる。叫びの中、こっちの世界とはつながりが全然。ああ、そうなんや。だからそうか、ちょうどなんか、囚われた云々だかも、なんか。うん、うん、うん。だってこいつだって、な、ハイラル城におったのに、ここまで飛ばされてるもんな。どっかにおるんか。高いところ？あ、上がってった、上がってった。どういうこと？あ、おかえり。なんとなく分かった。うん。ほう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 。なるほどね。裂け目を行けば、結局は、そこから導き出されると。姫しかいないと。それはそうですが。ゼルダ姫よ、そなたはトリーと共にハイラルの裂け目を巡ってほしい。裂け目を消して囚われた王たちを救うことはそなたにしかできない。サダリ大臣、お主はここで裂け目について調べ、わしと共に姫をサポートするのだ。あ、大丈夫？エロジジっぽいけど大丈夫？サダリ、ええ感じのなんかインテリ系の人やけど。ゲルド砂漠。ほうほうほう。ゲルドに行くの？あ、剣も強くなる。メインチャレンジクリアと。ハイラル王たちを探索と。ゲルド砂漠とジャブール水域。これ砂漠かな？こっち砂漠で、ゲルドで、これゴロンでしょ？これゴロン、
これダブルからあれか。あっちね。シドとかのあの族ね。ちょっと今名前出てこない、今。これ料理とかってできへんの？剣。ふんふんふん。青い鉱石。剣を強化する。お。ゲージを強化、剣を強化。なるほどね。あ、回復しただけか。で、かけらを使って、剣を強化したり、火力を上げるのかな？とか、あとは単純にゲージ上量を増やしたり、みたいな。まあ、一旦置いとくか。ルーベリの日記。リンク。ほう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 。はい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 、はい、言葉を失っている。爆弾とかもあるやん、ちゃんと。やっぱ C カードくんだよな、これって。よし、それじゃあここからの目的地としては、あ、そっか。行くにあたって、この辺を通らなかったとか、こことかここを通りながら、裂け目に行かないといけないという感じですね。なるほどね。まあまあ、じゃあ、どうしようかな。まあ先に、ゲルド行くようなら、もう書き方だけ言ったらゲルドが先って書いてるから、ゲルドにじゃあ、向かっていきましょうかね。ちょっと一旦、休憩します。ので、一旦、動画停止しますけども、まあまあ、なんかどうなろう。ん、ああ、なるほどね。そういえばさ、あれだけ買おうぜ、ハートのかけらみたいな。ここやったやんだ。ここね、売ってたよな、確かな。あったあったあった。これ。買います。これで体力増えると。よっしゃ。よし。じゃあ、ゲルド砂漠に向かいましょうかね。では。